ダンダンダン。明日から、学校が始まります。9月1日です。でも運が悪く明日はちょうど台風が関東に来る日で、これが壊れそうで。ついにできましたね、これ。今日の明日という日になって。でちょっと説明をしてください。自分でビデオを持って。このシーサーはここのスイッチ、これを押すとここ見えますか、これが光るんです。こうスイッチを戻すと元に戻ります。でこいつのこの子の名前がオッキーくん。でこっちのこのスイッチをどっちにも押すと今度はこっちの目が光ります。でこれの失敗があるのは、思いっきりこっちにやってもまだついて、このスイッチはこう縦にやらないと消えません。だから、こうやってて、こっちに戻してもこうついてるままです。で、この貝は沖縄で拾ってきた貝で、これは沖縄の工作教室でもらった砂です。こっちにもついていて、この石も工作の時にもらったやつです。2匹目を作るのに12時過ぎぐらいまでかかりました。こっちがナワリンで、こっちが大きいです。大きいナワリンになります。リンを取れば大きいナワリンになります。で、こういう風になります。これで終わります。終わんないよ、まだ。じゃあ、そら君、最後それを持って、こちら向いてください。壊さないでしょね。はっ、ああ、いい、いい、うん、うん、え、重たいね、それね。何グラムあんの、嘘。やっとできましたけど、なかなかこれかっこいいよね。すごいよね。ちなみに、おっきいくんが、男でですね、失敗したんで、ナワリンが、メスだそうです。失敗しました。オスの方は口を開いてて、ベロを出してます。そして、メスの方はですね、口をギュッと締めてる、それが、シーサーの、本来の姿だそうです。だよね、そらくん。そうだよ、ね、これ学校のやつだよね。どれ、あ、これ学校の工作で使った電池を使ったんでしょ。これスイッチを入れるとちょっと光ったの見えるでしょうか。ここですね。ソケット取るわ。あー、ソケット取んないでよ。あ、やめてよ。ソケットじゃなくて上でいける。もう一個ここをこう入れるとですね、ここの目がこう光ってるのが分かるでしょ。ちょっと俺の車も考えてる。あ、痛いんだけど。ちょっとついてます。はい。ではこれで終わります。シャラ君、じゃあ明日から学校頑張ってください。はい。じゃあね。終わりです。